今朝、松江市の島根県警本部では石川忠文警備部長が玄関のガラス戸に1枚のステッカーを貼り出しました。想定浸水深最大3メートルとあります。3メートルびっくりしましたですね。で、九州の方で今災害、大変な災害が起こってますけども、島根県内もですね、決して、他人事ではないと。島根県警本部が川の氾濫などで想定される浸水の深さは最大3メートル。地下駐車場はもとより1階が完全に水没します。地域の人たちに日頃から浸水に備える意識を持ってもらおうと、島根県警は今回各警察署や駐在所など46カ所にそれぞれの場所で想定される浸水の深さを表示します。全国の警察でも初めての取り組みで、警察本部をはじめ松江、安来、大田警察署などは最大3メートル、郷の川沿いの川本町阿郷駐在所や郷津市の川越駐在所などは最大5メートルから10メートルと予想され、島根県警は避難先の高さなどを考えるきっかけにしてほしいと話しています。